はい、こんにちは。物欲な小野人です。今回は冷風扇紹介していきます。まだ6月なんですけれども、だんだんとね暑くなってきましたよね。これから本格的な夏ということと、あとテレワーク等での部屋の温度上昇というものに備えて冷風扇ね導入考えている方も多いのではないでしょうか。昨年冷風扇と言いますと、私ねこの青いやつ、こちらを紹介いたしまして、正直ね、全然冷たくならない、冷えないということでレビューをして、かなりね反響があったんですけれども、今回はまあそんな動画を見てか分かりませんけれども、冷風扇のね依頼が結構多くて、まあその中でも星5つというね、なんかね怪しい冷風扇レビューを提供品いただきましたので、紹介していきたいと思います。クーリングファンと書いてまして、型番 CF006 という商品ですね。昨年購入した冷風扇と比較していきながらね、紹介したいと思います。まず本体ですけれども、まあ大きくね形としては違いますよね。このような感じです。もろね昨年のは丸くてこうね扇風機がついているという感じだったんですけれども、今回このような四角い筐体をしています。こんな感じで非常にねコンパクトで、持ち運びのとってもついていまして、持ち運びにも便利になってます。なんかシールが貼ってますね。電源の入れ方と、あとは出荷前に効果検査を行っているので、若干ねタンク内に水があるかもしれませんよと書いてますね。あ、しっかりとね検査さしてるんですね、これ出荷前に。そういったのをあえてねこう書いてあるっていうのはアピール度高いですよね。このようなボタンが4つありまして、ライトとモードボタンですね。これ風だけのモードとミストモードがありますね。ミスト。多分ね、超音波ミスト出して吹き出すというものです。あと、タイマーですね。オフタイマーと、あと、スピードということで、これは風の強さを選べると。1、2、3、4段階選べますね。こんな感じです。中にはファンがありまして、ちょっと見えるかな。どうもね、これ仕組み的にはよくわかんないんですけど、中にね、フィルターみたいなのがあるんですよね。これで気化熱発生させて、扇風機で吹き飛ばすのかな。ここのねフィルターが濡れるとカビが生える温床になるよなと思いながら、洗ったりできるのかなと思ったんですけれども、これ完全フィルター後ろに飛び出てるので、あ、ここ外してフィルター抜けるのかなと思ったんですが、どうもねこれ外せそうもないので、この辺りねフィルターどうなるんだろうっていうのはちょっとね懸念点ですね。このように吹き出し口はこんな感じで方向を調整する方向盤がついてます。まあもちろんこれ手動ですけどね、このように風向きを調整することができます。そしてなんと嬉しいのが、見てください、 USB Type-C です。これなんとモバイルバッテリーからね電源供給して動かすことができますので、本当持ち運びはいいと思います。可搬性いいですね。このような感じ、 PSE マークもちゃんとついてますね。はい、ファンの大きさとしてはね、本当昨年紹介したものとほぼほぼ一緒。ただファンの枚数が昨年の3枚だったんですけれども、1、2、3、4、5枚のピンがついていますね。そして後ろこのように透明になってまして、これ何と思うかもしれませんけれども、この商品、水とか氷をねやっぱり入れることができるんですよ。上から見てください、ここ蓋がありまして、ここに水を 760ml 入れることができるようです。おお 見えるかな、髪の毛、まつげ、なんか入ってますね、毛が。さすが中華クオリティです。しかもこれね、私のじゃないですよ。これ、このプラスチックのタンクと、外装の隙間にここ入ってますので、めっちゃこれ、組み立て時に入った毛とかね、なんか埃がちょいちょいありますけれども、まあ、気にしないでおきましょう。まあ、こういうもんですね。はい。で、これね、コードがあるけど大丈夫と思うかもしれませんけど、こうタンクのプラスチックで全部覆われてますので、まあ、電気系統には一切水はね入らないようにはなっています。ここに氷とか水を入れるとどうでしょうね。これ、ここに超音波のあるのかな、この発生する部分があるのか、よくね正直分かりません。入れてみて動かすまでは分かりませんけれども、あ、でもここにね水が下に行くようなバルブというかありそうなので、おそらくどっか下のねこの方に水行くんだと思いますけれども。そして入れた水が結露とかでね、ここの下に、多分ね、これやっぱフィルターに水が行くんだと思います。そして、この風でね、飛ばしきれなかったものは下に溜まるので、溜まった水はここのね、
なんかこのようにゴムのね線があるんですよ。これを外して、ここからね排出をして、また新たな水を入れてくださいと書いてますね。ここですね、ここに穴があるので、ここから水を出すという、結構アナログ的な感じですね。説明書見るとやっぱり、ね、この仕組み的にはウェットフィルターって書いてますので、ここに水が行くんだと思います。で、製品の特徴としまして、見ていきますとね、やっぱり書いてますね、二重超音波ネブライザーとウェットフィルターを用いた三重冷凍、冷凍では冷却効果がより明確になりますというね、まあよくわからんですけども、ではね、まず早速ですけれども、風だけの強さを見ていきたいと思います。 USB 給電なので、今回はねモバイルバッテリーにつないで動かしてみましょう。今アンカーのモバイルバッテリーにつなぎました。そして電源入れてみましょう。3秒長押しますと、はい、このように風のモード、そしてこちらは今風の量ですね、今一番小さくなってます。ちょっとねマイクに風が入るのであんま喋らんでおきますけども、こんな感じで風量を変えることができますね。ライトを押すと見えますでしょうか、ここに光りますね。昨年紹介した冷風扇はこのようにね、同じように光りますね。扇風機の周りが光ります。やっぱこういう中華商品って光るの好きですよね。はい、ここにランプがありまして、光るというのがこのライトですね。ということで、まず風だけの状態で比較してみました。正直ですね、直当たるこの昨年の青い方が風としては強いです。ファンは3つと少ないんですけれども、もうこれね正面に何もないので直来るので、ダイレクトの風としてはこちらが強いです。こっちはねこうフィルターとかね、このルーバーとかがあるので、そういったのでね若干ね風弱まるのかなと思います。なので直接ここに手を当てた時にね来る肌触りというかね、肌に対する風の当たりっていうのはこの青い方が強いですね。そして音ですけれども、音に関しましてもこの今回の商品の方が若干うるさいですね。青の方はどっちかというと低音が強い、周波数が低音の周波数がね強い、ブオーンって感じなんですけれども、こっちはねなんかふーんって感じがずっと続く感じですね。なんかいまいち言いにくいんですけれども、全体的な音としてはこの白い方が若干気になるというかね、相対では大きいかなというところですけれども、まあねそんなに気になるうるささではないですね。では次にね、水を入れてミストの状態で試してみたいと思います。これ先日紹介した水入れじゃないんですけどね、これ電気ポットですけども、これちょうどねこういった注ぎ口いいので、この上の蓋を開けまして、ここにね水を入れます。はい、このように水を入れます。まあ、ちょっと半分ぐらい入れましょうか。はい、入れました。そして蓋を閉めます。そしてこの青い方も水を入れます。青いのはねこの白い部分が外れて、そっからでもいいですけど、こっからも入れられるんじゃないかな。はい、ここに入れちゃいます。まあ、これも半分ぐらいですね。メモリがここでどれぐらい入っているか分かります。そしてこの白い方も、はい、ここでね中量が入っているのね見えますので、このあたり水の量がどれぐらいあるかっていうのは外から見えるのはいいですね。ではミスト効果を見ていきたいと思います。どうでしょうか。まずこちら動かしましたけども、白いねミストが出ているのがお分かりいただけるかと思います。ただ手当てても、まあ前回のレビューでお伝えした通り、ほぼほぼ温度的にはそんな冷たくなったっていう感じはないですね。今氷入れてない状態です。そしてこちら治療法ですけれども、稼働させますとこれ、ね、ミストになんか勝手に自動的になりましたね。これ水を検知するのかな。ただね音がねより一層シューという音が少し加わった感じです。見てください、これ見えるかな。やっぱりねこちらも白いミストがねこの吹き出し口から、出ている感じですね。ちょっと見えにくいかもしれません。はい、ちょっと見えますかね。この辺り見ててくださいね。はい、こんな感じで白いミストが出ていまして、でね上見るとね、この蓋開けるとミストがねわしゃわしゃと出てくるのかなと思ったら、はい、こんな感じでなんかね水滴じゃないな、水泡がこのようにこのね2つの
スピーカーみたいなところから出ているだけなので、やっぱりね、下に向けてミストが発生してんのかなと思います。うん、温度ですけど、これもね、今風だけの状態です。そしてシーってね、シーって音がします。正直変わらないですね。まだなのかな。やっぱりね、方法としてはこれ似通ったものなので、私の体感的には風の時とこのミストがある時で変わんないですね。あ、若干冷たくなったかなって感じしますけどね。まあさほどの効果は期待できないかなというところですね。では最後ね、氷を入れてみたいと思います。見てください、ここにね、水滴が今つき始めました。ではこちらも氷入れます。結構容量入りますね、今回のものは。こんな感じで氷が浮いている状態です。だいぶね、水の温度が冷たくなってます。では氷入れた状態で体感してみます。ということで、氷を入れた状態で比較してみました。氷を入れた状態だと今回の方がね、結構冷たく感じましたね。まあね、微妙な違いですけれども、氷を入れるとやっぱりただの風よりも何度でしょうね、 1、2度ぐらいかな、ちょっとひんやりする感じありますので、やっぱ氷を入れて運用するのがね、いいのかなと思いました。そして気が利いてるなと思うのが、見てください、これ運用していますとこのようにね、フィンに水滴がね、結構つくんですよね。こんな感じ、表正面のフィンと裏のフィンと、そしてこの奥ですね、このファンの下の部分にも見てください、水滴がね、溜まっているのが、水滴がついているのがお分かりいただけるかと思います。その水滴がこの穴から下のこの透明の部分に落ちていくという仕組みですので、こういったところはね、結構配慮されているなというふうに感じました。こちらはもうね、そういった仕組みなくて、ここにね、水滴がもろつくという状態ですので、このあたり結露した時の水滴の処理っていうのはよくできてますね。まだ下のトレーには全然水はね、溜まってない状態、水滴が数滴落ちているっていう状態ですが、まあ長期運用しますと、長時間運用しますと、そのあたりはね、どんどん水が溜まっていくので、こちらを排出してから上の水を入れていくという感じです。ということで、いかがでしたでしょうか。今回は水を入れて、そして氷を入れて使える冷風扇ご紹介いたしました。やっぱりね、冷風扇過度の期待は禁物ですね。氷を入れればね、そこそこ若干ですけどね、冷たい風が出てきますので、氷を入れた状態で直接顔とかね、風体にね、当てて使うっていうのはいいかなと思います。若干音がうるさいのと、あと氷を入れた場合すぐ溶けちゃいますね。やっぱ部屋が暑いと、今27度ですけど、室温がですと、先ほど入れた氷っていうのがもうほぼほぼね、小さくなってしまいましたので、どうでしょうかね、猛暑だと30分ぐらいから1時間ぐらいの間に氷を入れ替えなきゃいけないっていう事態になるんじゃないでしょうか。それよりも早くね、水になってしまいますので、まあ水だけでね、運用するか、氷だけで運用するか、風だけで運用するか、それ次第だと思いますけれども、冷風扇という特徴をうまく理解して使うのがいいのかなと思います。まあミニ扇風機プラスアルファとね、思った方がいいのかなというふうに個人的には思ってますけれども、皆さんどうでしょうか。やっぱりね、このあたり、これ星5ですけれども、めっちゃ冷えるとかね、書いてあるレビュー、ね、どうなんでしょうね。これは何でしょう、うん、ちょっとね、どう理解していいのか分かりませんけど、皆さんどうなんでしょうね。これはこういうもんだというふうに思うしかないのかなというふうに思いますけれども、なかなかコメントしづらいかなと思います。ということで、今回はレビュー用提供品、このような冷風扇ご紹介いたしました。気になる方、ぜひね、チェックしてみて、レビューとか読んで、商品紹介読んで、判断して、またね、コメントいただけると非常に助かります。自分の考え、そして体感がね、おかしいのかもしれませんのでね、より多くの声いただければなと思います。では、今回もご視聴いただきありがとうございました。